皆様こんばんは。キャラペディア公式動画番組キャラペディックナイト、今週も始まりました。こちらの番組はアニメキャラクター時代キャラペディアがお送りするアニメファンによるアニメファンのための番組です。キャラペディックナイト本編は毎週木曜21時35分よりお送りさせていただきますが、21時からは有料会員限定の番組をお送りしております。毎月第4木曜21時からはキャラペディックナイトマニアックと題しまして、毎回作品など一つのテーマをピックアップしてのトーク番組をお届けいたします。その他の週の放送内容はこちらの放送予定をご覧ください。会員登録していただきますと今週放送分もタイムシフトでご覧いただくことができますので、ぜひこの機会にチャンネル会員へご登録ください。登録および視聴どうぞよろしくお願いいたします。そして本日の出演者は私、簡単家庭料理研究家でクリエイターな何でも屋なるみなのかと、アニメやゲームに精通しライターや講師もされておりますアニキウォッチャー斉藤祐介さんです。はい、どうもこんばんは、斉藤祐介でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まあ電車がね、はい、遅れております。なんか全線的に遅れてるそうなんで、関東の方はね、うん、まあどっか出てる人はお気をつけください。はい、はい、ということで一応説明しておきますと、マニアックでも斉藤さんはってむちゃくちゃ聞かれましたので、マニアックは本日私一人でお送りしました。はい、斉藤さんがちょっと交通機関の遅れでちょっと到着が遅れまして、マニアック終了と同時ぐらいに到着して、そうですね。そうスタジオの近くの駅にはね、マニアック終了10分ぐらい前に着いたんですけど、まあなんか途中で入るとよくないなと思ったんで、ちょっとコーヒーを一杯だけ、缶コーヒーを一杯だけ飲んできました。なんといや、さすがにあと残り1分2分で入っても混乱するだけだからさ。いや、それはそれで大歓迎ですよ。そう、変なことになるなと思ったんで、はい、ちょっと時間はしました。遅延証明書もらってないよ、別にいらないもんだって。そう、そうなんですよ。はい、ということで本日は以上2名でお送りしてまいります。はい、皆様どうぞよろしくお願いいたします。それでは改めまして、まずは今週のピックアップから。今週のピックアップは最近の新作からピックアップしてご紹介するコーナーとなります。今週はですね、もう夏休みということで、はい、いろいろと一挙放送とか、あとアニメの映画とかね、テレビであったりとかしますよ。はい、そんな時期だね。そうですね。でちなみにワンピースはですね、8月の6日の土曜日に、スタンピードやるんですけれども、その次の週もなんかワンピースのどれか映画やるらしくて、作品がなんか視聴者投票みたいなのやるらしいよっていうところは見ました。なるほど。まああれですよね。今映画の最新作やってるから、そのとのね絡みもあってというですね。ですけどね、まだフィルムレッド僕は当然まだ見てないですけど、面白いらしいですね。なんか試写会で見た人からも感想を聞きましたけど、かなりいいというのは聞きましたよ。うたちゃんがね、結構その歌番組に普通に歌姫として出てたりとか、なんかちょっと演出が面白いなっていうね。はい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 。はい、他にもですね、一挙放送とかもいろいろとありますね。あとネットホラーフェスっていうので3つあったりとか、なんかこれ以外にもちょっとちょこちょこっとありましたので、ぜひねチェックしてみてほしいなと思います。はい、面白そうですね。まあここからまた夏休みに向けていろんなのねあると思いますんでね。いや休みたいな。はい、今日はですねちょっと斬新ですね、出し方がニョキニョキと上に上がってますけれども、はい、コメントもたくさんいただいてありますね。ホラー枠かとかね、これも放送するよっていう、あ、見たことないけど悪の花ってホラーだったのかっていう、ホラーの定義ってちょっと難しいですよね。難しいよね。そんなこと言ったらスクールデイズホラーだろって話になりますからね。まあぜひねちょっと経路が違う作品ばかりだと思うので、気になる方はねこの機会にみんなで見てコメントしながら見るのもいいんじゃないかなと思いますよ。異世界おじさんはホラーじゃないよ。まあ美容によってはそうかもしれない。そうか。まあ基準が広いですね、ホラーはということで、はい、以上今週のピックアップでした。さてここでご案内です。皆様キャラペディックナイトのチャンネル登録はお済みでしょうか。こちらのチャンネルは画面上のリンクからお気に入り登録が可能となっております。ご登録いただきますと番組開始前に通知が届いたり、番組からの特別なお知らせを受け取ることもできます。はい、番組のご登録ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。そして斉藤さん、はいはい、21時からは会員限定の番組をお送りしているんですよね。はい、さようでございます。本日は私いませんでしたけど、菜乃華さんが出会いもんねやってくれましたんでね、マニアックということで一つの作品を深掘りするということでね、皆さんね、よかったら見逃してしまった方は対応してご覧ください。各週でやってますんでね、他の週はね CVS ということで声優さんのマニアックランキングとかもやってますんで、よろしくお願いします。皆様登録エビ視聴どうぞよろしくお願いいたします。スパロー公式放送あるんだね。あ、そうなんですね。新作の発表とかまたあるんですかね。30が結構ね、13が結構長くダウンロードコンテンツで引っ張ったんで、まあね、なかなか今コンシューマー版のスパロボが売れないってことでいろいろとね難しい状況らしいですけど、まあ DD っていうね、スマホのアプリの方のはそれなりに好調らしいので、まあね、そういうのになるとなかなかその DD で儲かった分で僕らからするとコンシューマー版作ってほしいってあるけど、そのスマホ版のさ、そのファンの方はさ、やっぱりさ、そっちに注力するよりも、だったら DD の追加コンテンツいっぱい作ってくれみたいなね、アップデートどうしてくれみたいなのあるから、難しいよね。そうですね。さあ、コメントで、最終回ですかみたいなコメントがありますけれども、最終回ではないですよ。はい、来週もそのままお送りする予定です。それと今日広告が10万ポイントぐらいもいただいてますね。なんじゃそりゃ。ありがとうございます。どういうことだ。はい。初見の人がいいのかね。ニコニコもそういう本当の機能入ればいいのにね。どんな機能ですか？初見の人が本当に分かるやつ。ショールーム入ってるんですよ最近。あ、そうなんですね。はい。誰々さんが初めて来ましたとか、誰々さんは2回目の訪問ですとか出るようになったの、これちょっと前のアップデートで。ショールームは確かにその視聴者側の方もそのなんかちょっと人が誰々ですよっていうのが強めの感じですよね。ね。ニコニコは割とちょっとどっちかといえば。まあそうそう、匿名だけどね。でもなんか初見、本当に初訪問だったらなんかさ、コメントに色がつくとかさ、それぐらいなんかしてほしいけどね。わかんない。ないけどね、なんかまあニコニコもいろいろ大変そうだからね、上に要望出したらいいですよってきますよね。はい、初見ね、だって実際初見じゃないこと分かった方が面白いのになっていうコメントはありますけれども、なかなかうちの番組上級者の方かもしれませんね。どちらでもね、初見でもそうじゃなくても楽しんでいただければ嬉しいなと思います。そうですね。そしていつもの皆さんはいつもありがとうございます。はい、まあ、いつもの皆さんしかいないですよ。大丈夫ですからそこはね、安心ですからね。はい。ローキンアニメ化？マジで？そうなん知らんかった。マジで？ポーション、そうだよ、ポーションだよ。私は船先生の作品、ポーション一番好きなんだから。ポーション待ってますよ。でも、ローキンってアニメ化で、これも跳ねたら、ポーションもね、次来るかもしれないんで、ローキンは面白いんでね、また楽しみにしております。今知りました。はい。それでは、今週のランキングコーナーに参りましょう。今回のテーマは、斉藤祐介。成海菜乃華が選ぶ見続けたい2022夏アニメはということで、はい、2人とも独断と偏見で5作品ずつ選んで発表していきたいと思います。斉藤さん、今期のアニメはどうですか？そんなに見れてないんで、また見てるのだけになっちゃいましたよ。ほとんど超王道だと思います。ここで何度も言ってる話ばっかりしてるから、ここで言ってないやつで入れてるのは1個ぐらいかな。あと全部ここでも全部言った気がする。ただまあ面白いのがしょうがないよな。そうですね。私は多分斉藤さんはこう来るだろうなって思いつつ、あんまり斉藤さんがあげそうにない作品もなるべく多めに入れつつ、はい、そうですね。今期第2期とかは入れてないです。全部今期が初めてっていう作品ばっかりでやりました。さすが菜乃華さん、素晴らしい。2期のやつもね、面白いやつたくさんあるんですけれども、5作品だけってなると、まあそっちの方をちょっと優先的に選ぼうかなっていうところで入れておりますね。素晴らしい。速報アークザロットのアニメ化進行中ってマジかよ。絶対嘘でしょ。そうだったらもう私が多分ね、もうね、今帰っちゃうよ。はい、ということで、それでは第5位から発表していきましょう。斉藤祐介、成海菜乃華が選ぶ見続けたい2022夏アニメランキング第5位。斉藤さんセレクト、男女に出会いを求めるのは間違っているだろうか4新章、これは迷宮編ですかね。迷宮編。そして成海セレクトが幽霊デカ。はい、菜乃華さんのやつは僕見てないな。ですね、トム・ソーヤ島っていうところが舞台のお話なんですけれども、ちょっとファンタジーというか、近未来というか、ちょっと独特の世界観なんですよね。一言で言うと、そうですね、サマーウォーズのゲームあったじゃないですか。あれはもっとなんか生活に浸透したような感じの世界観で、ちょっとファンタジー系な雰囲気で、これもぜひ1話見てほしいなと思うんですけれども、1話見ると、あれこれって私たちがあの頃ちょっと夢見た VR 世界のお話じゃねぐらいの感じで、なんかいいんですよね。そのゲーム世界と現実が本当に浸透してますよ、生活に根付いてますよっていう描写の感じが、ふわふわ夢の世界みたいな感じかなと思いきや、不穏な空気がちょこちょこっと出てくるんですよ。で1話の後はまあ割とちょっとどっちかといえば、なんか悪いやつらみたいなのがいて救ってて、でまあそことちょっとその力を持たない方の主人公たちがちょっと対立していくっていう構図になっていくんですけれども、1話の空気感がものすごく、なんか私これ好きだわっていう、個人的に色使いとかなんか空気感というか、アニメだからできる世界だよなっていう感じがいいですね。テレビアニメでこういうの見れるんだっていうので、ちょっと感動したっていう。でトム・ソーヤ島で主人公のメインのキャラがベリーちゃんって言うんですけれども、ベリーちゃんとハック君と、あとフィンっていう人が出てくるんで、ハックルベリーフィンですねとか、トム・ソーヤを知ってると、もしかしてこっから撮ったのかなっていう、だけど実際トム・ソーヤとハックルベリーフィンのお話ではないんだけど、なんかちょっと冒険心というか、その空気感ではちょっと若干ハックルベリーフィンの冒険とか、そういうのを若干踏襲してる感はあるなっていうね。なんかあれだよね、不思議の国のアリスはそうやってよくさ、モチーフに使われるけど、トム・ソーヤもね、そういう意味でやっぱモチーフにしやすい作品だから、そうですね、こういう使い方面白いですね。はい、そして斉藤さんセレクトが、はい、ダンマチですけどね、先週第1話やったばっかりなんで、見続けたいもんでも見続けたいもん。すごいよ今期、作画の、まあ僕作画中じゃないから作画別に悪くても文句言わないんだけど、いやめちゃくちゃやっぱ時間結構空いたじゃないですか、やっぱね作画めっちゃいいし、話もねちょっとワクワクしますね。僕原作読んでないんで、なんで楽しみです。楽しみですっていう意味で、ね、1話まで見ただけなんですけど、毎週見ます。やっぱいいね。なんだろう、この間もちょっとツイッターとかで議論になってたけどさ、ダンマチってさ、ナロー系じゃないと思うけど、なんだろう、ナロー系とかのグループに入れられてるじゃん。でもさ、すごいさ、なんだろう、無双とかするわけじゃないじゃん。なんだったら弱いじゃん、ベル君。なんかそこら辺の受けてる理由何なんだろうみたいな議論がネットで上がってたけど、まあ割とやっぱちゃんと丁寧に作ってるからだと思うんだよね。なんだろう、ベル君がまずいい子なんですよね。とてもまっすぐね。そう、すごいいいと思う。でね、女子ファンもさ多いしさ、男子ファンも多いしさ、なんかすごいそうね、コメントでも丁寧なのがいいよねって聞いて、そうだよね。なんかその丁寧さがいいし、心のキャラクターの心のヘスティアとかも含めてね、キャラクターの心の機微がちゃんと描かれてるのもすごいいいな、いい作品だなと思います。ね、もう4期なのに、なんだろうな、落ち着いて楽しくなんか変なし無限に続いてほしい作品かな。ですね。続けられる作品ではありますよね。スピンオフもありますし、女子に気に入られるのが売れる秘訣。なるほど、確かに確かに。はい、そうだよね。そしていろいろコメントもいただいておりますね。そう、紐の一発ネタで終わらなかったのすごいよなって、そう、なんかさ、一期やった時はさ、もうさ、そう、例の紐みたいな話になってたけど、もうそんなことは関係なんもなくね、いい作品として認知されてるからね。ですね。さあ、そして斉藤さんの方でもコメントでもいろいろいただいておりますし、あと私が選んだ幽霊デコの方はですね、幽霊デコって怖いのかなってありますけど、そんなに怖くはないですね。ある意味人間の怖さみたいなのは若干うっすらあるけど、そこまでそういうのがメインっていうよりは、子どものワクワク感というか、そっちの方がどっちかでは強いなっていう湯浅作品です。そうですね。はい。で、あとトム・ソーヤってみんな覚えてるところは絶妙に断片的なんだよねっていうコメントがあったりとか、世界名作のトム・ソーヤだと前半はただいたずらしてなんかいろんなことが起きるみたいな、まあまあショート的な話が続いてって、後半急にね家出するみたいな話になって、みんなで島に行くみたいな話になるんですよね。だからあそこの話数も実はそんな多くないんだよね実は。そう考えると原作もありつつだけど、やっぱりその名作劇場のね、スタッフが、結構ね、その足していったところで、いい雰囲気出たんじゃないかなって思いますね。見直してみるとね、また、印象が違うかもしれませんね。そうだね。なんかずっと言ってるけど、やっぱ世界名作劇場みたいなアニメってもう作れないのかな。なんかね、本当の意味で子供をターゲットにああいう作品を作るって、すごくビジネス的に難しくなっちゃったからね。そうかもしれないですね。例えばそのおもちゃとか売れるわけじゃないですしね、一緒にグッズとか。そうなんだよ。だからね、それまあその要はスポンサーがついて、スポンサーが何かその商品を売るためにやっぱアニメをやってたね。今もそうだけど、その時代なわけだけど、なんかそういういいアニメをにスポンサーでついてるっていうステータスみたいなものがあんまりやっぱない時代になっちゃって、まあテレビのね力自体が弱くなっちゃったからね。ですね。そうだね。文化事業的なやつだしなってきてますもんね。映画でたまにちょっとそういう雰囲気の作品出ますよ、時々。まあ、そうですね。はなんとなく、あといろんな作品が他に上がってますね。組長娘って今期だったかな、今期です。私好きです。さあ、それでは第4位に参りましょう。斉藤祐介、成海菜乃香が選ぶ見続けたい2022夏アニメランキング第4位。斉藤さんセレクト、武蔵野。なるみセレクト、ぶっちぎれ。うん。はい、斉藤さんぶっちぎれ見てます？見てない。見てない。一枚引かれって書いてぶっちぎれって読むんですけれども、割とその新選組とかそういう時代が舞台なんですけれども、どっちかといえばファンタジーです。結構剣から光がブワーンとこう出たりします。で時代劇とそういうなんかちょっと異能力系が混じったような感じなんですが、なんかツイッターで回ってきたぞそれは確か。割とその画面として華やかですね。キャラクターなんかも色鮮やかというか、ちょっと時代劇のその時の空気感となんかミックスされていい感じになってるというか、まずキャラデザがシャーマンキングの方なんですよ。で、見るとあれヨウいいんじゃんって最初思ってしまったんですけれども、実際動いてるのを見るとヨウくんとはビジュアルはちょっと似てるけど全く性格は違うというか、どっちかといえばちょっと一歩引いたところで皆を見てるちょっとリーダーというか、まとめ役って感じのキャラが出てきたりとか、で主人公たちが一気に1話からも大量にキャラがぶわっと出てくるんですけれども、新選組が東堂平介一人残して死んじゃったんですよ。死んじゃってで鬼と呼ばれるやつら悪いやつらにやられてしまって。でそこに連れてこられたのが罪人たち、もう死刑が決まってる、本当だったら首を切り落とされてるはずの、死刑囚たちが連れてこられて、お前らは今日から新選組だと、替え玉になれと言われるわけですね。でそれを拒否した段階でもう1人すでに殺されました。どういうことや。まあその辺は一応ぜひ見ていただきたいんですけど、これ以上はネタバレそんなにしません。で割とハードな世界観なのかな、1話でそんなことあるしと思いきや、なんだろう、その主人公がですね一番星くんっていうんですけれども、その子がですねまあ新選組の一人として、そうですね、近藤勇の替え玉としてやるんですけれども、割と熱血な感じというか、だけど家族の敵を討ちたいっていうので、たまたま新選組が倒したいやつらと自分が敵だと思っているやつらが一致したってことで、じゃあやってやろうぜっていうところで、まあ喧嘩がもともと得意な感じ、ちょっと荒くれ者っぽい感じのやんちゃというか。その感じで、他にもですね、もともとなんかちょっと暗殺をなりわいとしてるような雰囲気だったり、医者がいたりお坊さんがいたりとかで、あれこれシャーマンキングで見たことあるような雰囲気が若干あるぞと思いつつも、だけど全く違うキャラなんですよ。あれもしかしてこの組み合わせ意識してるって思いたくなるような武器とキャラの組み合わせもあったりするんですけれども、だけどあくまでもし意識してたとしてもオマージュを出ない範囲というか、オマージュ以上のものはないというか、パクリとかそのままとかそんなんじゃなくて、もうちゃんと世界に馴染ませてるというか、あ、いいじゃないっていう。キャラがいっぱい出てくるのにちゃんと書き分けもできてるというか、個性もあるというか、結構好きですね。あと私あんまり刀とか詳しくないんでわからないんですけど、時代劇とかであんまりやらない刀の立ち回りとかしてて、結構その辺がマニアックだっていう。例えば刀を抜くときに刀をの鞘のとこをポッと上げちゃうと後ろから刀が抜けないんですって。へえ、面白いね。っていうのがあって、で私それもともと聞いたことあったんですけど、アニメでやってたの見て、あ、これこういうのあるんだ、演出するんだと思ってたら、それをなんか刀をやってる方がすごくベタ褒めしてて、あれは地味だけどもともと知識がないとわからないからなかなかやらないんだよねって、ああいう作品ですげえっていうのを褒めてて、あ、そうなんだっていうのを初めて知ったとか。なんか割と細かくあるらしいですよ、詳しい人から見ると。なんかね、そう、僕もよく知らなかったけど、なのかさんから話聞いて、あ、なんか僕のツイッターのタイムラインになんかこれについて話してる人いっぱいいたわと思って、なるほど、これだったのかっていうのは今わかりましたね。詳しくない私から見ても楽しめる作品だし、詳しい方にしてもなんかいい感じっていうことらしいので、ちょっと今後注目したい作品だなと思っております。さあ、そして斉藤さんセレクトが、はい、もうコメント欄でめちゃくちゃ話題になってますけど、いわゆる埼玉ネタのショートアニメだった浦和のうさぎちゃんの続編です。そうなんですね。はい、まあ要は埼玉ネタ、浦和っていう風なついてる駅の名前のキャラが出てきて。で、まあなんか基本的にはいわゆる日常系4コマ的な話になってるわけですよ。で、浦和のうさぎちゃんも5分アニメですけど、武蔵野も当然5分アニメで、5分と言いながらもうさぎちゃん体操入るんで実質2分30秒ぐらいです。なるほど。はい。見れるのはテレビ埼玉なんですけど、アベマとギャオとどこだっけな、D アニメ。アベマとギャオと D アニメ見れますんで、飛んで埼玉みたいな感じじゃないですね。普通にグダグダする。1話とかなんか市民プール行ったりしてグダグダするんですけど、そういうやつです。そういうやつです。見やすい。安心して見れますね。で、僕、埼玉別に詳しくないですけど、なんか面白いなあ、なんか要は、まあさ、飛んで埼玉とかではほどではないけど、いわゆる自虐ネタみたいなの入ってくるんだけど、田舎だみたいなネタも入ってくるんだけど、そういうのもね、楽しく見れたりするんで、いいですね。あとね、まあ、いろんな、さ、なんだろうな、まあ、経緯がある作品だと思うんですよ。もともとの、浦和のうさぎちゃん自体も、埼玉県がやってた、なんか新しいビジネスにお金出すよみたいな助成金のやつを使って作られてるんですよ。はい。で、石橋なんだっけ、なんとかさんって、アリプロとかに、やってらっしゃる方ね、曲提供してんじゃなくて、なんだっけ、ちょっとPV とかの人ですよね。あの方が監督で、まあ、あの方を中心に、石橋光之さんか。あの方を中心に、ビジネスモデルを作って、埼玉県にプレゼンして、お金をもらって作ったっていうのが、まあ、浦和のうさぎちゃんなんですよね。で、まあ、一定のおそらく成功はしたということで、続編の武蔵野。で、今コメントでもね、なんでタイトル変わったのって聞きますけど、それもコメントでも、僕が説明する前にもうコメントで説明してる人いたんだけど、範囲を広げたからなんですよね。その地域の範囲をね。そう。なんですけど、これがですね、僕も、紆余曲折めちゃくちゃありまして、浦和のうさぎちゃん2015年かな。で、武蔵野はもうね、それ好評だからすぐ作るよって、2017年公開ですって言って、延期になりました2018年です。延期になりました2019年ですってなって、そっから、はい。で、2019年からまあコロナもあったりして、なんとなく音沙汰なかったのに、急にやるっていう、このね、感じね。水面下で動いてたんでしょうね。そうですね。あとね、まあそれはさ、5分アニメなんだけど、もともとがやっぱり助成金をもらったりして作った作品なので、なんだろう、褒め言葉ですよ。予算がないのにうまくやってる。あれいつだっけ、去年になるんだっけ、伝説のさ、僕もここで何回も喋ったさ、千葉テレビのさ、異世界の門っていう伝説の作品があったじゃないですか。そうですね、一応ではちょっと伝説かもしれない。伝説の作品ありましたよね。テキストアドベンチャーゲームみたいな背景と立ち絵だけでやるみたいなね。でもね、そこまでではないですけど、一枚絵をなんか CG の効果でうまく見せながら背景をね。もう背景1枚しかないのに、なんかこうスクロールしてみたりとか、光を照らしてみたりとか、いろいろしながら、キャラも出てくるんですけど、で、ちゃんと、異世界の門みたいに、なんだろう、ゲームの立ち絵とかではなくて、ちゃんとアニメのキャラとして動くんですけど、動きを最小限に抑えて、同じカットを使い回したりしながら、なんだろう、異世界の門みたいに、もう明らかに手抜きだなって、手抜きってか、まあ、明らかにお金ないなって作りじゃなくて、それをなるべくわからないように作ってる。そういうところにね、大変好感が持てます。で、それを見て、なんかね、文句を当然言ってる人もあんまりいないような気がするし、作り方がありなら、なんかもっといろんなことできんじゃないかなって気がしました。異世界のもさすがにやっぱり僕も異世界の王みたいなやつあれがいいんだったら俺も作ろうと思ったけど、さすがにやっぱりそのね、まあちょっといろいろ問題もあったけど、フリーの背景とか使ってる問題もあったけど、さすがにやっぱ背景立ち絵だけでアニメと言い張るのは厳しいけど、武蔵野はちゃんとアニメだと思うんですよ。ね、そう考えると作り方のうまさとかね、あとねやっぱりねこの制作チームが多分予算がないなりにいろいろ考えて動いてると思うんですよ。でコミカライズもあるんですけど、武蔵野のね、もともとはなんだっけ、浦和のうさぎちゃんは ebook ジャパンかなんかでちゃんとした漫画やってたんですけど、ちゃんとしたって言っちゃいけないけどね武蔵野のコミカライズはなんとですね、代々木アニメーション学院の学生さんの中から選抜したメンバーでやってるっていうことで、これはまあいわゆる産学共同ってやつですよね。こういうところも含めてなんかねやっぱり予算がないなりにうまくこうやろうっていうことね。そうだからもともと漫画原作あっちね、浦野うさぎちゃんの方ね、今の武蔵野のコミカライズの話ねそういうことをねやったりして、なんとかうまくその予算がないけど盛り上げていこうっていう。あとそのさ、いろんな埼玉とのタイアップ、千葉じゃない、ごめん、もう異世界のもののせいで千葉出てきちゃったタイアップとかも含めてうまくやろうっていうのはすごくね僕は好感を持っております。はい、まあ作品自体も面白いんで、まあなんかここ見てる人みんな結構見てるみたいなんで、改めて説明するまでもなかったなって気もしますけどね。はい、ちょっと異世界のもん若干盛り上がっていますねコメントはいそうですね、そしてこちらの作品についてもたくさんコメントいただいておりますけれども、あとむちゃくちゃ詳しい方いらっしゃいますね。コメントめっちゃ詳しい、僕より詳しい人いますね。ありがとうございます。僕は単純に筆記書を見ながらさっきも言ったように、そんなに動かせないんだけど予算的に、でもどうやったらうまく見せられるかって、これ演出なんですよ。だから根底とか演出がうまいんだと思いますね。極主不動とかも動きちょっと控えめじゃないですか。でもあれはあれでちゃんとなんかその楽しめたりとか、いろんなやり方があるんだなっていうのを最近見ますね。そうですね。なんでちょっとねまあ見たことない人ね、D アニメアベマギャオで見れますんで、よかったらまあ埼玉の人はテレタマで見ていただければと思います。今ギフトのかき氷いただきましたね。ありがとうございます。ブルーハワイかな。根底がうまいっていうのはまあちょっと言い方が違うかもしれないけどね、ある素材をどうやって組み合わせてコンテを切るかっていうのがうまいってことね。演出ですね。そう、まあ演出です、まさにね。はい。さあそれでは第3位に参りましょう。斉藤祐介、成海菜乃香が選ぶ見続けたい2022夏アニメランキング第3位。斉藤さんセレクト、オーバーロード4、成海セレクト、夜更かしの歌。これも見てないわ。はい、夜更かしの歌はですね、これはいい意味でですよ、いい意味でクリーピーナッツの PV です。みたいな感じですね。もともとクリーピーナッツさんの夜更かしの歌っていう歌があるんですよ。でそれを元にして、まあ、書かれた漫画がありまして、でそれがアニメ化されて、でクリーピーナッツの歌が、主題歌とエンディングと両方使われてます。ですね。クリーピーナッツ自体は僕はそんな詳しくないんですけど、クリーピーナッツの夜更かしの歌っていう楽曲がまさにあるんですよ。でそれでコラボ PV なんかも話題になったりとかね、コミックスのなってたんですけれども、それをちゃんとアニメでやりますよっていう感じで、もう1話から世界がまさにクリーピーナッツの PV だって感じで、もともとクリーピーナッツの作品ってすごい独特の世界観となんか妙なパワーというかエネルギーというかに溢れた感じの歌なんですよね。でファンも多いんですけれども、なんだろうな、主人公とヒロインがいまして、こうくんっていう男の子と、あとなずなちゃんっていうヒロインなんですけれども、ほぼ2人なんですよ。それ以外にもキャラは何人か出てくるんですけれども、基本的にメインで出てくるのはこの2人だけで、もうだから2分ちょっとぐらいもうこの2人の話がずっと続くんですよ。で空を飛んだりとか、まあ、そういうのもあったりとかして、なんだろうな、なんかこういうのもいいなっていうね。もしなんか映画を見てるような感じって言ったらいいんですかね。なんかみんなすげえ解説してくれるな。だがしかしの漫画家が書いた。で、だがしかしの漫画家琴山さんからが好きなバンドがクリーピーナッツと。僕クリーピーナッツはさっきも言ったけどテレビでちょっと見たことがあるぐらいでよく知らないんですけど、でなんかラジオが人気ってのはっていうことぐらいは知ってるんですけど、僕は三四郎のラジオを聞いてるので、僕の中でのクリーピーナッツは相田さんにこき使われてる人っていうイメージがあとめっちゃいじられてるっていうイメージがないんですけどね。すごいテレビ出てますよね最近。だけど楽曲になると全然もうまた違うんですよね。なんだっけ DJ 松永さんと、あと何で面白いなんだっけ DJ 松永さんと、あと誰でしたっけ、R 指定さん。あ、そう、R 指定さん。R 指定さんお酒飲めないっていうネタをすごい、なんか、相田さんがいじってて、うん、せっかく高級な寿司屋に行って、おつまみ出てくるのに、自分コーラいいっすかって言ってたのをめっちゃいじってで、コーラと刺身合わねえんだよっつって、あの見た目でなんか R 指定とか言ってんのにコーラ飲んでんじゃねえよっていういじりをすげえラジオで何度も聞きました。あの方本当マイク持って歌うともう別人になるんですごいなと思います。そう、ね、そうでもなんかすごいプライベートはあれでしょ、気が弱いんでしょ、なんかオールナイトニッポンのイベントの時とかもケータリングでエビフライある時に「タルタルあります?」ってアルシエさんが聞いてて、それをずーっといじってたからね。タルタルありますっていう、まあそういうイメージの斎藤さんもぜひね、夜更かしの作っていただいて、はい、割と世界観に圧倒されるというか、はい、もうほとんど夜空が続くんですよね、はい、あの感じも色合いとかも好きでああいいなっていうね、はい、うん斉藤さんは新作見る時間ないから続編のみなのか。斉藤さんは割と安定志向だなと思ってます。はい、そう、僕は保守派です。すげえスーパー保守派ですからね。私とりあえず新アニメはなるべく、まあ、全部は見れないですけど、うん、なるべく1話は見ようと思って見てる人なんで、うん、まあ、それでちょっとなるべく新作を入れてるって感じですね。クリーピーナッツにも詳しい人にね、酔っ払うと刺身が食えなくなる体質ですって来てますけど、ね、そうなんだね。へえ、知らなかった、はい、うん。まあお酒飲めないらしいですからね。まあ別にいいんですよ。いわゆる今のその相田さんが言ってることは、いわゆるアルハラですからね、最近のねやつで言うとね。そして斉藤さん、もうオーバーロードです。安心感半端ないです。僕は原作読んでないのでオーバーロードはね。でもなんかもうあれでしょ。これオーバーロード4やっちゃうとまた原作に追いついちゃうんでしょ。うん。あ、そうなんですね。ことらしいですよ。なので常に原作に追いついて一旦終わるみたいなことらしいんですけど。まあなんか作者さんも、僕は原作読んでないけど、原作の方も、まあ終わる空気もあるらしいので、まあ5期、6期ぐらいでちゃんとオーバーロード終わってくれたら、なんかいいなと思いますね。うん、さっきほら、断末終わんない、ずっと終わんないで絵についてほしいって言ったけど、オーバーロードやっぱりね、いろんなこと気になるから、先の展開ね。うん、だから、ちゃんと完結までアニメやってほしいなってのは思ってますね。ちなみにさっきの酔っ払うとって方は、それは私のことですってこと。自分か、ご自身の。R指定さんじゃないらしい。ご自身なんですね。まあ、いますよね。僕もそんなに酒得意じゃないですからね。最近飲めなくなってきたんでね。はい。うん。それでは第2位に参りましょう。斉藤祐介、成海菜々香が選ぶ見続けたい2022夏アニメランキング第2位。斉藤さんセレクト異世界おじさん、成海セレクト異世界おじさんということで被りましたね。はい、面白い、やばい、面白いけどあれだね、ちょっとね延期になっちゃいましたね。まあしょうがないです。まあこのご時世だからね。はい、来週放送分から2週間お休みなのかな。あ、そうなんですね。知らなかった。ごめんなさい、ごめんなさい。いえいえ、とんでもない。3話までやって、3話までか、やって、2週間お休みで5話が。で、1話、2話の再放送入ります。ちょっとやっぱコロナの関係で制作が間に合わないそうでございまして、あれすごい作り方が凝ってますよね。私正直セガサターンとかセガのあたりとかって詳しいかっていうとそこまで詳しいわけじゃないんですけど、1話見たセガ大好きな人からあそこにセガサターンの起動音があったとか、あれ何々の音だとか、むちゃくちゃのもうなんかSE に至るまでかなり凝ってるらしくって、いや、そうですよ。オープニングとかね、かなり見比べてる人もたくさんいますし、まあ、いわゆるその考察してる人もたくさんいますんで、見てみると面白いんじゃないかな。で、詳しいとかいらっしゃる、本当に詳しい人いらっしゃいますね。今週やりますと、来週から3週間お休みだそうです。あ、そうなんですね。で、1話には再放送があって、5話をまたやると、だから4話までやるのか、4話までやって5話が3週間空くってことですね。あ、なるほど。6話まで、あ、違う。1話と8月3日と8月10日に1話2話やって、8月17から5、6、7ですね。なるほど。で、9月以降はまたちょっと発表しますってことで、9月以降は未定らしいです。厳しいな。4話までは予定通り。まあでもあれはもう一回見ても楽しめるというか、いや、そうだと思うので、私ちょっと見ながら楽しみにしてますね。そうですね。放送枠の関係で今後どうなるかちょっとわかりませんけど、どこまでやるかね。でもちょっとワンクールでちゃんとね、見続けたいアニメ、まさに見続けたいアニメかなと思います。あとセガ知らない人が見て、なんか知らないけど圧倒されて逆にセガサターンとか遊んでみたくなったっていう声もありました。そうか、セガサターンとかまた最近ちょっとね、中古市場価格で値段上がってますよね。あ、そうなんですね。全体的にレトロゲームのね、中古市場価格がかなり上がってまして、ネオジオ本体とか今すごいことになってますよ。本体が今5万6万で取引されてて、ソフトももともとねソフトも結構な値段ねしてるんですけど、ソフトも10万20万平気でついたりしてるんで、ちょっとね中古市場価格が今ちょっとおかしいことになってるなって。サターンとかも昔ねゲームソフトとかサターンのゲームソフトとかほんと100円とかで投げ売りガンガンされてたんですけど、今もう本当にねちょっとでもね人気があって数が少ないタイトルになると1万とか平気でいきますからね。復刻とかねこの機会に出るといいのかなって気もしますけど、なかなか難しいでしょうしね。そうですね。サターン本体も初期版はもうそろそろやっぱりかなりまあね、ファミコンとかは頑丈なんですよ、スーパーファミコンとかもね。だけどやっぱりCD ロム機っていうのは、まあ、繊細な機械なので、まあね、大体ピックアップレンズ掃除したら治るだろうみたいなのがあるんですけど、そのピックアップレンズ掃除でも治んないパターンで初期型とかはかなり厳しいので、そうなるとなるべく後に発売された本体が欲しくなるんですけど、まあ結構いい値段がすると。いやこれでセガサターンが本当話題になって、なんか盛り上がってくんないかなっていうのは若干ありますけどね。コメントできます。ガーディアンヒーローズはめちゃくちゃ高くなってますね。Xbox かなのあれだよね、アーカイブみたいなやつで遊べるんですけど、なんかねいろんな権利関係もあるらしくて、ガーディアンヒーローズはそこでしか遊べなかったりしますからね。セガサターンってその当時はむちゃくちゃなんかアニメ系のゲームが強いとか言われてましたよね。そうですね。90年代のそのアニメ作品とかで、割とセガサターン版の方はムービーが綺麗だって記憶があります。そうですね。そう今ガーデンヒルズですごくプレイできるよってきてますけどね。そうなんですよね。そうサターンとねプレスタ出始めの頃は本当に対等ぐらいのね立場だったからね。ですね。で、3D 系のなんかプレステと、あとなんかアニメ系ムービーのセガサターンって感じで経路分かれてた気がするんですよね。そうですね。まあ実際はね、なんかどっちもどっちな部分いろいろあるんですけどね、音はよくセガサターンいいって言われてましたけどね。私セガサターン版のセーラームーンのソフトだけ買っていつかプレイしようっていうのでまだ開けてないやつがあってそれがホタルちゃんの初変身のやつがセガサターンにあるっていう情報だけは知ってるんですよ。だからいつかちゃんとセガサターンを買ってプレイするんだって思ってそこで止まってます。ね、前もちょっとこれ紹介したね、いわゆる海外のポリメガってやつもね、結局出たことは出たけど、互換機のやつですね。そう、生産も追いついてなくていろいろとねまた問題になってますし、なんかねポリメガに関して詐欺もすごい流行ってるらしいんで、気をつけてください。買えますって言って買ってお金がねお金振り込んだら物を送られないとかそういうのすごいねあるらしいで、アメリカの方のその会社急いで作ってるって言ってますけど、今予約しても来年の春とかになってて、本当に来年の春に来るかどうかも怪しいらしいです。エヴァもあったし、なでしこもあったよね。セガサターンありましたね。そうですね。ウテナもありました。当時遊びたいなと思いつつセガサターンを買う機会がなくて、なかなか予算的にアニメ処理は PCFX だったけどね。 PCFX はもうすでにねいろんな意味で終わってたしね。はい、ということで残すところ1位でございます。はい、斉藤祐介成海なのかが選ぶ見続けたい2022夏アニメランキング第1位、斉藤さんセレクトエクストリームハーツ、なるみセレクトリコリスリコイル。はい、リコリスリコイルはいいっすね。いいですね。これが7日さんに入れるかなと思っていなかった部分あるんですけどなるほど。今更気づいたんですけど、弁当の朝浦さんなんですね。あ、そうなんですね。はい、全然作風違うから全く気づかなかった。そう僕弁当は好きでしたよ。割引弁当を奪い合うっていうねやつですけど、あれの浅浦さんがリコリスリコイル原作なんです。だから全然僕もねまさに今更気づいたって感じ。斉藤さん今ってごめんなごめんな、私今知りました。あ、ほら菜乃花さんだって好きで見てる人だってそうなんだからね。そう、あんまりだってそれ押してきてるわけじゃないもんね。弁当の朝浦がとって押してくるわけじゃないからさ。ですね。そう。リコリスリコイルはまず冒頭の入りが良かったです。なんか世界が女の子すごい可愛いじゃないですか。可愛いけど女の子がなんか不穏なことをやってる感じ。なんかアンバランスだけど妙になんかその馴染んでる世界観と、あとやっぱり主人公の千里ちゃんがいいですね。突き抜けた感じの中に時々垣間見えるちょっとなんか過去のなんかどす黒い感じがちょこちょこっと垣間見えるのが、なんか今後のなんか話が楽しみだなというかね、彼女たちのその平和な世界を見ていたい気もするんだけど、多分それだけじゃ終わらないんだろうなっていう、何かというか深みというか、バランスがとても良い。あ、そうだよ、あたしさんのコメント来てますけどね。そう。ソードアートオンラインのねキャラデータとかやってらっしゃいますけどね、うん、だからねその辺もねいいですよね。キャラデータもすごいいいなと思ってます、まあ監督さんですけど今回はね、うんうん、あとそのなんだろうな、そのリコリス・リコイルに関しては、うん、日常パートがね、うん、そのやっぱりそのわかりますなんだそのキービジュアル公式サイトなんかも、うん、すごい平和そうな世界で下半身の方がもう銃持ってたり暗い感じで、うん、2つにちぎれてるって裏があるよみたいな感じの出し方が本当そうなんですけれども、うん、もともと日常のなんかそのそういうのを知らなかった女の子がなんか覚えていくみたいな感じの描写とかもあったりとかして、そうですね、その千里ちゃんが割とそのいろいろあるけれども割と謳歌してる感じ、うん、出たりとかして、うん、でタキナ黒髪の美少女なんですけれども彼女がもう施設というか、まあ、そういうところで育っていて全く女の子らしい生活を送ってない。この間のそのお買い物に行く日常パートと水族館行ってって感じが本当良すぎて、うん、いやーいいですね。うん、うんメイドインアビスが入らないは当たりましたって僕は頑張って見てますけどもともと苦手って何度も言ってるじゃないですか。5作品選ぶってなると私今回続編入れないって決めてやったので、ね、で僕は苦手っていうのは、うん、まあ、好き嫌いとかではなくて単に苦手ってのは言ってるはずなんでね、入んないよねって話。ガンスリンガーガールみたいな企画だったみたいですねってリコリスリコリ。あ、なんかそのツイッターで流れてきましたけど、うん、同じことやってもガンスリンに勝てないしあれだから全く何か変えましょうっていうのが初期段階であったっていう構想段階でっていうインタビューを若干見かけました。ガンスリガンガール海外めちゃくちゃ人気だからね。なんかすごいねあれなんですよね、海外の人で、うん、その海外のいわゆるそのコアなオタクの人はね、うん、めちゃくちゃ好きらしいっすよ。僕もまあ別に嫌いとかではないけど、うん、なんかその海外でうおーって盛り上がって、でもそうなんだよな、カーブイビアップとかやっぱり、今度ねリメイク発表されて私はもやっているトライガンとかもそうですけど、うん、やっぱ銃物っていうのは海外の方が受けやすいのかもな。千里の場合銃だけど、うん、人を殺さない感じの銃にしてる、うん、辺りなんかをもうちょっとなんか多分この後掘り込まれるだろうなと思ったりとかして楽しみにしてます、うんうん、あ、ガンスリンガーガールが先駆者なのででかすぎると、ですね。リコリスリコイルは全然僕も普通に見てますよ。大丈夫ですよ、そんな特にグロ描写とかないから大丈夫、安心してください。あと東京ミュウミュウニューも私見てますよ、1話からちゃんと見てます。おお、これを今令和やるんだなと思ってなんかもう微笑ましい感じで見てますね。海外ガンスリガガールはねやっぱアメリカでも当然人気あるんですけど、コメントでも来た、まあ、イタリア舞台になってるからってもありますけどやっぱあれヨーロッパ人気あるらしいですね。フランスのなんだっけからジャパンなんとかってあるじゃん、その日本フェスみたいなやつ、ああいうのでもすごい人気らしいですよ。僕も詳しくなくて、僕の知り合いの方で海外事情に詳しい方がいて聞いた話なんですけどね、だからトライガンのリメイクもやっぱね、その海外展開っていうかをやっぱりねあれでしたし、この間ほらアメリカのロサンゼルスでコミコンだかアニコンだかしちゃったけど、あったあそこでトライガンの新作も新しい情報出てますからね。だからアメリカの方重視でトライガンの情報とか出してたりするんで、そういうところあるね。あ、コメント、僕はもう言えないこと全部コメントをしてるね。パリのジャパンエキスポです。ありがとうございます。そうです。はい。ちなみにリコリスリコイルはちょっと前に小島さんゲームのねメタルギアとかのね小島さんですねが見てなんかちょっとハマってるっぽいみたいなコメントを見てすごいちょっと話題になりましたね。これきっかけに見始める人も多いんじゃないかとかね、海外でも人気ある方なんで。小島だよ、その小島さんじゃないですよ。メタルギアとかデス・ストライニングとかねの小島さんです。はい。さあそして斉藤さんセレクトがもうここで散々言ったからいい気もするけどね。だからずっと言ってるけど僕はこの女子スポーツものがまず好きだし、女子嘘スポーツものもっと好きなんですよ。だから神田川ジェットガールズの話もしたけど、こういうなんかね、それこそ神田川ジェットガールズやってた時に見続けたアニメ絶対入れてここで喋ってると思うんですけど、こういうのが売れてほしい、こういうのが売れてほしいんだけど厳しいよな。だからもうほらそれで言ったらほら菜乃華さんもさ好きって言ってくれてたけどね、バトルアスリート大運動会とかさ、ああいうのすげえ好きなんですよ。ただなかなかね売れないよね。そう各スポーツもので、各スポーツでも女子ものなんですよ僕はね。女子スポーツものはそもそもねやっぱ好きなんで、8内も当然好きだし、ここでも何度も話したけど、NHK でやったプリンセス9とかも好きだし、はい、野球も好きなんだけど、女子スポーツものね、が好きな、架空スポーツものがね、ウマ娘はね、僕そこまでハマれなかったのは、そんなにやっぱりね、競馬じゃないからなんだよな。競馬嫌いとかじゃないんだけど、その、競馬に足を踏み入れたら帰ってこれなくなるっていうのも分かってるし、そうやっぱあとね、どうしてもやっぱお金を使っちゃう感があるっていう、スマホゲーの馬娘にお金を使うのはあるだろうけど、リアルの競馬にもお金使っちゃいそうなんで、ちょっとね、あえてね、引いてる部分は正直あります。踏み込まないようにしてる。そうそうそう。感じはあります。いやーでもね、エクストリームハーツは流行ってほしいなと思ってるんですけどね、1話で結構話題になったんだけどね、なかなかって感じがしますね。まあでもこの後跳ねる可能性もなくはないので、そうですね、まだここからの展開とかも楽しみにしていきたいと思いますし、まあこういうものがある程度やっぱ作られていくっていうのが、なんかね、期待することというかね、求めることなので、ちゃんとこういうジャンルのものが流行ってほしいときはちゃんと応援をね、していこうなかなっていうのは思ってます。はい、形状ね、懐かしい。まあね、見てましたよ。見てましたよ。まあ、ああいうのも全然いいけど、ね、難しいんだよな。そのセクシー要素と、スポーツ要素のバランスみたいなのもあって、ちょっとね、セクシーに行き過ぎると僕はね、引いちゃうんだよな。そこら辺は難しい。僕の、なんか完全に僕の趣味ですからね。はい。はい、あと、デアリングダクト話題になってますね、馬娘も。現役の馬、馬が参加するっていうのがね、割と。はい、ということで今回は斎藤佑介成海菜々香が選ぶ見続けたい2022夏アニメということでランキングご紹介しましたが、斎藤さんいかがでしたか？いやー、今期は楽しく見てますよ。やっぱり異世界おじさんはやっぱりね、なんか皆さんが面白いよって言ってくれてて、アニメ始まってね、アニメ始まる前から結構みんな面白いよって言ってくれてて。ですね、でアニメ始まってみたら、面白いなと思って、嬉しいなと思って、私伊勢川おじさんはセガの許諾を取りに行った YouTube 見た段階でこれはもう成功の約束されたなと思って、もうセガの許可を取れただけで、伊勢川おじさんがもう水を得た魚みたいなことになるのは分かってたんで、もう期待通りって感じでしたね。そうですね、いやいいですよ。はい、他にもね、そのランキングに入れられなかったけれども、楽しく見てるものとかも期待してたものとかもありましたので、またちょっとね、機会があれば喋っていきたいなと思います。そうですね。あとね、僕はやっぱりね、アニメ好きで、もちろんちゃんと見ているものは、ね、今回の挙げたものとかみたいに見てるものはあるんですけど、時代とともにね、やっぱりね、自分のその時間のね、枠があるじゃないですか。自分のその自由時間のね。ゲームと、昔はゲームとアニメだけだったのに、そこに動画を見るってやつが入ってきちゃったせいで、ゲームも昔ほどやり込めてないし、アニメも昔ほど見れてないし、動画の時間でいくと3分割で考えたら、昔例えばね、1日に自由にそういうことできる時間が3時間あったとして、1.5 時間、1.5 時間だったのが、1時間とかになっちゃったかなって感じはしますね。アニメの本数も増えてますしね。そう、だから追い切れないってのは本当に、だって90年代とかさ、みんなエヴァンゲリオン見るしさ、まあ僕は地方だからね、リアルタイムで見れてないんですけど、でもまあ、その2000年代前半ぐらいの、90年代後半に僕は東京出てきてるけど、その頃だったら流行ってるやつみんな見てたもんね。これはみんな見てるってなって、で、友達とその話ばっかりするみたいなのあったけど、今選択肢が多すぎてさ、俺はこれが好き、ね、私はこれが好きみたいな、そういう時代になってきたのかなっていう気がしますね。なんか、その話どっかでしたような気がするな。どこでしたんだっけな。忘れちゃったな。なんかその、時間の、使い方というかね、多様化みたいな話をね、そう、昔は。ちょっと1周目、3周目とかでします?そうですね。どっかでその話したような気がして、なんか忘れた、ショールームだって忘れちゃったな。どっかで、学校の。私はでもあんまり聞いた記憶がないので、またキャラベナ以外かもしれない。学校の授業の気もしますね。忘れちゃった。なんかちょっと最近もうすぐ記憶がおかしくなるね。はい、あとコメント欄でね、他にもいろんな作品あげてくださっていらっしゃいますね。神くずアイドルとかラブライブとかね。ああ、そうね、ラブライブね。いろんな作品とかも。はい、第2期ですもんね。はい。ありがとうございます。あ、そう、ヘブ版、スチーム版出るんですよね。あ、あれ今発売してるのかな。今発売して、今週発売してるハミツのヘブ版の記事僕書いてますよ。お、ハミツは記名じゃないんでね、一部、全部じゃないです。ヘブワン特集で、なんか、30ページか40ページか特集になってるんですけど、何ページか僕書いてますんでね、ヘブワンね。お前、ちゃんと3章終わりまでやってねえだろうっていうツッコミは許してください。ただ、そう、これもめちゃくちゃいい発表だったなと思って、ヘブ版、スチーム版出ることになったんですよ。素晴らしい。なんで、私はデータ移行ができるらしいので、スマホからデータ移行して、ヘブ版やろうと思ってます。素晴らしい。もう、いや、あれは、パソコンでやらんとダメやで。スマホでやるゲームじゃないもん。と思いました。はい。はい、ということで、以上、斉藤祐介なるみのろかが選ぶ、見続けたい2022夏アニメランキングでした。あ教えてください。ショールームでしてたらしい。ショールームでした。あ、そうなんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、さて、ここで出演者からの告知をさせていただきます。まずは斉藤さん、お願いします。毎週、土曜日。はい、土曜日じゃない、全然違う。毎週火曜日20時、ラジオやってます、ラジオ僕がやってるわけじゃないですけど、毎週火曜日20時5分から NHK ラジオ第一のアニメステラーという番組で構成作家で入っております。来週はゲゲゲの鬼太郎特集ということでございまして、来年公開予定の映画の話も出るんじゃないかということでね、楽しみ。第6期の演出の古賀さんと脚本の吉野さんで、お二人なんと来年公開予定の新作映画「鬼太郎誕生ゲゲゲの謎」の監督と脚本家でもあるということなんで、私も大変楽しみにしておりますよということで、結構ね、そのツイッターとか見てるとさ、その最新のアニメしかやらないじゃないですかみたいなコメントもあったんですよ。その時に流行ってるものしかね。なんかこっからね、結構こういうふうにね、鬼太郎とかね、こういうなんかそのなんか日本アニメ60年の歴史をみたいな話で入っていくんですけど、いやもう最新のアニメしかやってないじゃんみたいなツイッターでも書かれたんですけど、こっからこういう作品もね、やっていく予定でございますんで。いや、キングドラムとかやってる時点で最新アニメ以外じゃないですか。いや、ほらでも劇場公開近くだったからさ、それでもそのもともと長いというか、そうこっちはそういうつもりでいるんですけど、なかなかね、どっからが最新かって人によって感覚違いますからね。ククルストーンだってそんなこと言ったらね、なんですけど、まあでもここからそういうふうに何かね、その大きな今これがやってるからとかそういう関連ではないものもやっていきますんで、よかったら楽しんでいただければと思います。ハッシュタグアニテラをつけてね、ツイートしてくださると番組中に呼ばれたりすることもあると思いますんで、よかったらね、応援していただければと思います。僕もね、楽しんでやってますよ。だから毎回勉強になるなと思ってね、先々週のコードギアス特集なんてめちゃくちゃ勉強になりましたね。プロデューサー2人いらっしゃったんで、アニメのプロデュースってこういう仕事なんだっていうお話も楽しかったし、もう終わりますけど、コードギアスはサンライズから作るなって言われたらしいですからね。全てのコードギアスが制作予算のだいぶ上回って作ってるらしいんですよ。作り手がこだわってね。でそのせいで作るなって言われたらしいんですけど、それでも作り続けた結果、あれだけのコンテンツになったり、で僕は出てないです。僕は出てないですよ。僕は裏方になるときは裏方に徹するっていう自分の中のルールを作っているので、スタジオには入ってますけど、作家笑いとかも絶対しないようにしてますんで、そこはね、あれですけど、構成の方やってますと。で、先週ゆかなさん、今週ゆかなさん、話もめちゃくちゃ面白かったんでね。なんで、よかったら、ゆかなさんの回はまだ聞き逃し配信聞けますんで、NHK の、ラジオ視聴アプリ、ラジルラジル、もしくはラジコも確かまだ、ラジルか、聞き逃しはラジルラジルだけだと思いますんで、別になんかその登録とかしなくても聞けますんで、よかったら聞いてください。はい。あと、アニテラで下着特集してくださいとか、それは僕には言っても言わないですけど、公式ホームページの、投稿フォームから、斉藤さんに決定権がそこまではないのでっていう状況らしいので、はい、公式の方に直に送っていただいた方が一票になるかなと。そうです、そうです。その方がいいんですよ。ちゃんと集計取ってて、ちゃんとね、やってるそうなんでね。はい。ですね。その一票でもしかしたら何か影響が来る可能性もありますからね。あ、そうコメント見たら、アレギアスって何か新作あるんだっけって、そういうことじゃなくてやったんですよ。で今回のギアスと鬼太郎とね、そういうふうにやっていきますんでね。はい、ぜひぜひお願いします。あと僕個人は毎週土曜日にショールームできたらやります。だから先週、先週やったんで多分やった。編集者とオンライン打ち合わせした後に多分やったからね。今週は和歌山にいるのでやらない気がしますけど、ホテルで元気だったらもしかしたらやるかもしれないです。ただ多分元気ないと思うんで。ない気がします。で、月曜日はこのスバのそうですよ。昨日発表になりましたけど、このスバのゲーム、盾の勇者コラボ、来るそうなんで、このファン、またちょっと、石が、課金が、やばいな。いや嬉しい、縦の勇者コラボはめちゃくちゃ嬉しいんでね、ちょっと楽しみにしてますけど、まあ縦の勇者コラボの時にまたちょっとガチャ配信とかもやるかもしれないです。はい、和歌山はあれです、中島由紀さんのイベントがありますんで、そちらの方のお手伝いで、和歌山に行く予定でございます。異世界カルテットやってきてますけど、異世界の後だからね、次あれですからね、養生戦記コラボしたら、コンプリートですからね。はい、続いて私、なるみななかな告知です。私もツイッターやっております。日々書いてる小説とか作ってる動画とかなんかいろいろとリンクを載っけたりとかしております。あと斉藤さん、ライブアライブクリアしましたよ。早っまあでも確かにどうしてもネタバレされたくなかったんですよ。で、人から実はこういうところが変わったんだよとか聞きたくないんですよ。自分がやりたいんですよ、先に。なんで、もう届くまで家で待って、当日家で待って、コレクターズエディションが届いた瞬間に開けて、うえーってプレイして3日ほどこもってなんとかエンディング1つ見まして、だけどエンディング1つ見つつ高速プレイっていうよりは一応それなりにやり込みつつ、ただ100人切りとか0人切りおぼろ丸のところのあそこまではちょっと無理だなと思って、いやちょっとやってみたんですけど、とりあえず0人切り無理よね。0人難しいっす。100人切りならいけるかなと思って記憶を頼りになったら97人いけたんですよ。お、だいぶいったね。97人だけどちょっと誰か見落としてるんですよ。なので後で攻略情報とかなんか見つつ、攻略本とか見つつ、当時のちょっとやるかなと思いつつ、97人で止めて、だけど一応まあ隠しボスとかも来たりとかね、倒したりとかして、で最後の最終編も一応クリアしたけど、もう一回やりたい。まだ分岐シナリオとか全部追っかけられてないんですよ。結構あるからね。ありますよね。実は結構あるからね。そう多いんで、あと渡辺親子も全部の編は出してないんで、なので出すためのあれとかあるじゃないですか。当時の記憶を頼りにね、もうちょっとやりつつ、で一通りプレイをし終わってから初めてネットのネタバレを見に行って、まあちょっとああなるほどなーとか見に行きたいなっていうね。僕が買ったのに封を開けずに。なんと。買ったのに封を開けずに。もうだからなんだろうな、もう本当一つ、僕言っときます、買いました。ちゃんとパッケージ版、結局パッケージ版買いました。パッケージも限定版じゃないけどね。なのに VTuber の配信を見ています。一応なんだろう、配信しないかもっておっしゃってましたけど、公式の方で配信 OK ですよっていうのが出て、ただしゲームの中でこことここは配信しちゃダメですよっていう配信禁止区間があるんですね。それ以外は OK みたいな感じとか。禁止区間って要は最後のとこだけ？最後のとこと中世編のどっからとか、なるほどなるほど。最終編のどっからとか、そういうのが詳しくちゃんと公式で声明出てるんで、そこは見ていただいてだと思いますけれども。僕は今ね VTuber のニュイソシエルさんのやつを見てて、でニュイさんが現代編、西部編、近未来編終わったんですよ。で最後ボス、毎回ボスなんかもやなって消えるけど、これなんかあるのかなって言ってて、もうねちょっと知らない状態で、そうそうそう、で僕はニヤニヤしてる。あとなんかああいうとこでさネタバレコメント書いてるやついるけどさ、無粋だよね。で兄さんもねネタバレっぽいコメントは見ないようにしてますんで、逆にね他のコメント書いてる人も「お前ネタバレすんなよ」とかって喧嘩しないでくださいって言ってたんですけど、僕でもそう僕余計なこと言わないけど、無粋だよなと思って、その反応がさね、なんでだろうっていう。今までライブアライブをプレイせずに来た、それでプレイできる幸運ですよ。そうです。もうだからその初めての時は初めてしかできないんだから、もう大事にしてあげてほしい。そうだよ。感動をね味わえるんですよ、これから。羨ましいね。そう僕ら知ってるからさ。ですよ。そうでもいいですね。知ってても楽しかったです。おおそう来たかってついたのも最高だなと思って。あと杉田さんがってコメントありますけど、杉田さんむちゃくちゃわかりますっていうか、これ杉田さん、あれ杉田さん、それ杉田さんっていうので大量に出てますね。でも杉田さんのいろんな演技楽しめる。そう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 。で絶対これ狙って杉田さんだなーっていうのもあったりとか、あと普通だったら聞けない感じので何回も話聞きに行くと違う杉田さんのあったりとか、これただの杉田さんだなっていうのとかあったりとか、いや面白いですね。声優もさぴったりだよね、そのイメージにね。西部編のさ三段もちろんね大塚さん超いいんですけど、マッドドッグ古川さん超いいよね。へっへっへさへっへっへを言わせたら日本で一番いいと思う、多分。そのニヒルな感じのへっへっへはね、日本で一番古川さんだねと思いますね。はい。いろんなコメントありますね。クリア早いよ。昔の攻略本禁止プレイみたいだ。そう、そんな感じ。ただ昔一回攻略本で何回も見てね、私何周もしてるんで、当時の記憶を頼りにすると割といけるんですよね。やっぱりその SF 編が分かってても怖すぎるとか、いや言わないですけどね、これ以上はあれは本当削られますね、いろいろメンタルを。僕多分当時買った時に、なんか一番なんか変な話、そんなにそのなんかいいキャラと思えなかったんですよ、キューブのことをね。あんな感じじゃん。だからなんかそういうのから先にやろうと思って、僕はなんか美味しいもの後に取っとくタイプだから、なんかどう見てもさ、やっぱりさ、現代編とかさ、近未来編とかかっこよさそう、面白そうと思ってたから、キューブの SF 編やって、うわーって、うわーってなった。違いますよね、ちょっとまた確かに。うわーってなった気がする。でも、キューブにめっちゃ思い入れを持ってた。ボイス抜きにできますかってありますけど、確か設定でできるってどっかで読んだ気がするんですけど、私ボイスありで今回やったんで、ちょっと確信はできないです。いるよね、自分のイメージ大事にしたいからさ、ボイス抜きにしたい人もね、特に旧作版やってた時にはね、自分にとって合う合わないってあると思うから、そういうのもあったんじゃなかったかな、忘れちゃったけどね。あきら中根さんはよかった。いやね、まあそうだよねっていう、マジンガー的にもねですね。いやでライブ語るだけで1時間2時間余裕で喋るからね。ですね。またマニアックとかでやりますか。もうちょっと経ってから。あ、そうだね、もうゲームだけでやりましょう、ライブね。ですね。斉藤さんがプレイしてからにしましょうか。オリジナルとは違うんですよね。いや基本的にはストーリーは同じですけども、ただ結構変わってます。今の時代に合わせてる。ここまではネタバレじゃないと思うんで言いますけど、太鼓のパンツとかなくなってます。あ、そうそうだよ。あれだっけ、あいつ、西部編もあれじゃん、清水。そう、清水なくなってる、日記になってんだよね、確かに。ですね。とか、その辺はちょいちょい変わって、あと、ちょこちょこ地味に、見つけられるアイテム増えたりとかしてます。そう、まあ、どこでとか言いませんけど、普通にプレイしてて、あ、これ前なかった、ここでアイテムなかったぞ、え、強いじゃんとか、ありました。斉藤さんがプレイし終わるの2年後かもって言ってますけど、僕、あれなんで、今、本当にね、ニューさんのゲーム実況、がっつり見ちゃってるから、まあ、それを見た後とかでもいいですね。とりあえず斉藤さんがライブアライブ喋れそうってなったら教えてください。そしたらマニアックでやりましょう。ちょっと今発売直後すぎるんで、もうあとちょっと数ヶ月置いてからですかね。さんま御殿の話はまた今度しましょう。僕も見ましたけど面白かったなと思いますよ。あれ黒本さん来た時その話したいよね、さんま御殿で。アンパンマンがね、めっちゃ話題になりましたからね。あ、ですね。はい、カレーパンマンとそう、食パンマン最近出てないなと思って監督に下本さんが言ったらね、あ、ごめん忘れてたっつってね。そう、なんか今年になってまだ2回しか出てないんですけどって言ったら、あ、ごめん忘れてた。これで出番増えるといいですね。ひどいと思って言ってますよね。いや、まあしょうがないっすよ、あれだけキャラがいればね。そうですね。カレーパンマンなんか全然出ないらしいですからね。まあその話はまたね、黒本さんが来た時にも話しましょうかね。続いては番組からの告知をさせていただきます。すでにおなじみキャラペディア公式 LINE スタンプですが、計7種類のスタンプを販売中です。会話の最後に付け加えると一瞬だけ意味深に感じる深そうで深くないメッセージスタンプ、そういうことだよ。鬼のイケメン老夫兄弟をモチーフに、いいね、ごめんなど、一般的なやりとりに使いやすいスタンプ、鬼イン&鬼ごめんなどが揃っております。画面の上にありますお取り寄せより、LINE ストアへとお貼りいただき、ぜひご購入ください。また、キャラペディアの公式ツイッターも注目です。こちらは、キャラペディックナイトの公式ツイッターも兼ねており、キャラクターコラム、アニメランキング、ニュースなどをお届けしております。画面の上にリンクがございますので、皆様のフォローぜひお待ちしております。そしてキャラペディア公式スマホアプリもおかげさまで好評を博しております。イケメンイラスト、イケボ満載のフルボイスアプリ、夏恋ブラザーズ。アプリのダウンロードは無料となっております。ぜひダウンロードしてお楽しみください。なお、夏恋ブラザーズの LINE スタンプも販売中です。こちらもぜひチェックしてくださいね。続いてはあのコーナーに参りましょう。今週の2、こちらは LINE スタンプ2番に関する大喜利コメントがなぜか増えてきてしまったので、出演者それぞれが今週の2という名の MVP を決め、それで終わりにしましょうというコーナーでございます。さあ斉藤さん、今週の2どうしますか？はい、夏バテ注意ですよ、斉藤さん2がコメントしてくれてます。そうですね、ありがとうございます。めっちゃ暑かったから、今日もね、昼間ちょっとやばかったですからね、水ガンガン飲んで、なんとかね、しのいでおりますけどね、2に心配されるとき来るとは思っていませんでしたけど、ありがとうなということにしていきましょう。うん、おめでとうございます。じゃあ、私、これにしましょうかね。2、俺、シチューパンマン。なんでシチューパンマンでいたっていないよ。シチューパンマンっているかしら。どうでしょうね。ちょっと私聞いた記憶ないんですけど、シチューのキャラはいた気がするんですよね。いる気がしますね。なんかシチューを振る舞ってくれるキャラがね、私の記憶の片隅になんかいるんだよな。シチューアンパンマンで検索すると、あ、シチューおばさんがいます。シチューおばさんがいるってことは、シチューパンマンはいないんじゃないかな。うん、シチューおばさん覚えてるわ。コメントできたシチューおばさんがいたと思う。さすがですね。うん、早い。うん。はい。他にもですね、なんとかパンマンってコメントをしてくださってる方もいらっしゃいますけれども、一番早かったんでね、この方にさせていただきました。クレアおばさんはシチューだっけ？クレアおばさんのクリームシチュー。あ、そうだ。ステラおばさんがクッキーだ。クッキーです。そうだ。うん、ですね。なんだっけ、この間なんだっけ、ジョブチューじゃなくて、なんかドッキリのやつで、近藤春菜さんがステラおばさんの店で働いてて、いつバレるかってやつやってて、めっちゃ笑ったな。ありましたね。そう、いつ気づかれる。いい笑顔で写真が。ね、いつ気づかれるかってやつ、すっげえ面白かったな。はい、おめでとうございます。じゃあ、私、これにしようかな。もう一個選びますね。2、コミケ2日目。東の564キャラペナブースでお待ちしてます。斉藤さん、手伝いに来るよなってありますけれども、ダメですよ。私たちには、そういう情報入ってきてないんで、実際に行った方がね、あれって思っちゃいけないんでね。そうですよ。どこだ？はい。そうですね。私たちはキャラペナブースがあるとは聞いておりませんよ。はい。おめでとうございます。まあでも2がこっそり出店するって可能性もなくはないんでね。その場合はちゃんとP の方にね、本当の P の方に許可取ってくださいね。はい、はい、おめでとうございます。さあ斉藤さん、まもなくキャラペディア公式動画番組キャラペディイクナイト、終わりの時間が近づいておりますが、本日いかがでしたか？いや、あっという間でございましたね。うんですね。まあまあね、来週もね、来週から8月でございますけどね、いつも通り楽しくやっていこうと思っておりますよという感じですかね。なんか僕のショールームの時もキャラペナ終わるんですかみたいなこと言ってるけど、いつ誰が終わるみたいな話をどこでしてるのかよくわかりませんけどね。ここ1年ぐらいむっちゃ聞く気がします。そう、終わんないっすよ、とりあえず。今のところ聞いてないですね。そう、あとなんかそうだ、なんだっけ。そう、僕そう、もしかしたら新番組ね、来年決まるかもしれないんですよ。表に出る方じゃないやつね。作家で入る方ね。それが木曜日とかぶったらどうするんですかって言われたけど、わからんっていうか、多分、木曜日とかぶったら、現場に行かないです、向こう側の。キャラペナ多分やめないと思うんで、って感じです。はい、ということで、もしね、なんか変更がある場合とかは、そう、ちゃんと言うよ。割と前からしかも。ですね。さあ、キャラペディア公式動画番組キャラペディックナイト、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。次週は21時から有料会員限定のキャラペディックナイト CVS を、21時35分からはキャラペディックナイト本編をお届けいたします。来週の CVS ピックアップ声優さんはですね、さっきホームページに入ってた気がするな。誰だっけなあ、ありましたね。浅井彩香さん、おへえ、はい。でそして、本編のテーマは最新アニメニューススペシャルピックアップとなっています。また有料会員にご登録いただきますと、過去の CVS やマニアックも動画にてお楽しみいただくことが可能です。ぜひ今のうちに会員登録およびタイムシフト予約をお願いいたします。さて、来週アニメ界にどんなニュースが走っているのか、そしてどんなランキングが発表されるのか、皆さんどうぞお楽しみに。それではまたお会いしましょう。さようなら。